龍が如くスタジオ横山氏、龍セブンガイデンは日本で想定の倍売れて本編を上回った。人気が再燃してる。龍セブン本編も海外で好評。に対するみんなの反応。とにかく売れているセブンガイデン。インタビュアー、セブンガイデンの売れ行きはいかがでしょうか。横山正義氏、以下横山、日本国内でびっくりするくらい売れています。大変好評で笑い、皆さんありがとうございます。それもあって体験会を追加で実施できています。インタビュアー、最近では海外での龍が如くシリーズ人気が広がっているお話はたびたびされていますが、今回は国内での売り上げが良かったと。横山、今回は特に日本とアジアがすごいですね。国内のシリーズ人気の再燃を感じています。セブンガイデンは最近のシリーズだと本編含めても一番売れてるんじゃないかな。インタビュアー、おめでとうございます。想定以上でしたか。横山、想定の倍くらい調子がいいです。でも発売する前はセブンガイデンは正直売り上げに関しては自信なかったんですよね。具体的な数字は判明してるのは、初週でメディアクリエイトがパッケージ限定で18万括弧ファミ通は12万。売れすぎ。素晴らしい。メディクリは DL 込み、ファミ通は含まず。こうじゃねえの。日本で想定の倍売れてセブンより売れてるし、それはないな。メディクリは5万する白書にすら DL 売り上げ載せないし、台湾サイトに提供してる毎週の売り上げはパッケージ限定。メディクリは DL 売り上げ把握してないよ。当たり前だろ。主人公が気流でバトルがアクションだぞ。コマンドバトルがどれだけ不評だったか理解しろ。なおエイト。どう考えても気流ちゃん操ってアクションやりたいって層が多かったってことだから、全然笑ってられる状況じゃないと思うんだが。ガイデンなのに本編並みに売れたじゃないんだよ。そもそも新主人公一番のコマンド RPG を試しにガイデンとして売るべきだったんだろ。クロヒョウみたいに。セブンが初週パッケージ15万で6が20万。ガイデンはパッケージ18万だが DL 込みなら6は間違いなく超えてるな。これ、龍が如くすごいな。売り上げ右肩上がりじゃん。世界同発じゃなかったセブンが180万本なら、世界同発の龍が如く8は200万本超えるな。俺も龍セブンの売り上げが200万弱ってすごいと思った。もっと伸びると思う。アクションゲームとしては全く面白くなかったから、コマンド RPG にしたセブンはかなり良かったよ。テンポ悪いけど。そうや。フリプでセブンやって初めてのごとくだったけど楽しめたから8は買うわ。Steamでは圧倒的好評だから実際にプレイしたやつは絶賛する。各言う俺も物語に大感動して、ラストは号泣しくらいだからな。ミニゲームやサブクエも作り込まれててぐっそ楽しめた。そうこなあかん。お前が出しゃばらなければ日本でももっと売れるよ、神様かっこ自称。そらやりたかった龍はこれだしね。純粋に面白かった。ストーリーも長くないし、バトルアクションはいつものマンネリにしなかったのも大きい。ただ最低でもセブンだけはやっておかないとダメなところかな。コマンド戦闘がやいのやいの言われるのって、今までアクションだったってのもあると思うけど、やっぱり戦闘自体と戦闘システム周りのクオリティが低かったのが大きいよね。だよな。よかった。気流のエンディングの音になるから8買うけど、やっぱりアクションの方が好きだわ。もちろんセブンはクリア済みよ。8の体験版戦闘正直微妙だし。つまりアクションが求められてるってことでは。それなのに新作はコマンドバトルでええんか。カスバのコンセプト的に仲間と一緒に戦えるコマンドじゃないと厳しいんだろう。気流は一人だけコマンド戦闘でアクションを許されてるし。ええよ。カスマの共闘感はコマンドの方が合ってると思う。アクションとコマンドバトルの両方を出してくれ。これで良いと思うんだけどな。売れてるし流用もできそうだし。だな。やっぱ一番人気ないんじゃねえの。そりゃ好きな人はいるだろうが、龍が如くのメインキャラは誰と聞かれたら、気流さんしか思いつかんもん。あと真島さんも。ボリュームは少なくとも、こうやって出すことで過去作プレイする人って増えるんだな。やっぱカプコンも同じこと言ってた気がする。
エイトのキリュウちゃんアクションモードで敵が強奪になったのを見てすっと冷めた人は結構いるんじゃないかな。キャストガードも条件満たせばトラ落としとか弾き返しが欲しかった。すごくベリッシモ。むしろセブンからセブンガイデンやってやっぱリュウのアクションつまらんわって再認識したけどな。結局やることはレベル上げカッコスキルレベル上げしてボタン連打して殴るだし、セブンは戦闘のテンポが悪いという欠点はあったけど、でも RPG で良かったと思ったよ。エイト体験版やったらテンポの悪さはしっかり改善してたし。おいおいマジか。基本的にアクション系の龍が如くのコンセプトは誰でも簡単に喧嘩の強い男になれる。だからゲームに慣れてない層でもボタン連打でもかっこよく戦って勝てるならそれでいいと思う。セブンからのコマンド系統は喧嘩最強とかのコンセプトじゃないからな。ストーリーは受けたけど戦闘が一般層に受けるかはわからないな。セブンのストーリー最高やった。戦闘はバビを投げてペッパーミルねじって衛星レーザーで殲滅してただけ笑。好評だったセブンがあってその続編かっこ時系列的には同時期だからっていう前作込みの評価、あとエイトへの期待込みの評価でもあるんで、むしろ RPG が確実に外伝の評価底上げに一役買ってる。コマンドバトルが好評だったことの裏返しだったことをむしろ理解すべき。売れたのはどう考えてもキリュウ×アクションの復活が理由だろ。キャラ紹介動画見てもキリュウだけ異常に再生回数多いしな。わらやっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。